よーし、おじさん、芝出しちゃうぞー。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日も、無料10連ですけれども、今日から本番ですわ。まあ、昨日からなんだけど、もう本日からが本番が始まっております。無料10連ガチャは。まあ、ここから SSR 確率がもう上がって、で、今、新キャラの芝。まあ、なんかどうやら強いらしいと。まあ、俺も絶対欲しいんだけど、まあ、あと次のエトキャラですね。うん。もう来るということで、まあかなりの厚めのガチャが合ってるので、ぜひとも100連ボコボコ出していきたいところです。そろそろ出ていいのよ、100連。100連出ていいのよ。もうガチャピンモードもなんか良さそうな感じしてたんだけど、なんかさっき20連、昨日20連回したじゃないですか。20連回したら虹2個でしたからね。どうなんでしょうね、ガチャピンモードの方も。まあまあまあ、まあまあまあ、結局は芝出るか否かだから。結局芝出るか否かだから。ずっ、うん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 、頑張れ、止まれ、30連、よし。まあいいじゃない、いいじゃない、30連いいじゃない。確か20連に1回ぐらい虹が出るんでしょ、 SSR6% の時って。まあゲージも増えてきてと。うん、ということは、虹が 1.5 個出ると。まあ、期待的にはね。1.5 個ぐらい出るんじゃねえかなっていう感じなんで、もう十分に芝を視野の、なんか、インフンだね。芝を視野の範囲内に入れられるんじゃないかなと思います。じゃあ、行きましょう。行きます。今日から本番、芝、カモン。気持ちよくなっちゃった。興奮してきた。あ、やべ。これ出たらどうする？ここだけの話。ここだけの話。出たらどうします？まず1個目。フォールンソード。あ、出た！ピックアップのシルフ、白純の霊長シルフ。これなんかすごい可愛いよね、シルフ。もう一個いきます。じゃあ、皆様、ゴールしたいと思います。ゴール行ったらあかん行ったらあかんゴールお前マジクラム。デーモンになっちゃったよ。俺、いつもグラムに止められるの。ベアトリックス。もう次のイベント。今日イベントですね、グラム、そういえば。うん、まあ分かっていたけれども、虹来ました。2個目。よし、オッケーオッケーオッケー。虹が来たのいいよ。虹が来たのいい。ただ最後ではないと。虹、行くよ。フォールンソード。フォールンソードもね、ちょっと渾身パがなんかツイッターとかで見てるとすごい強そうなんで、フォールンソードちょっと欲しいんだよね。10連最後。行きます。はい。もうグラムの、虹出た。もうグラムのところでさ、なんかもうこう、あれだよね、折れたよね、心が。あ、ここか、みたいな。もうポッキリと折れてしまいました。俺も人狂編4凸持ってんだけど、もう続けてガチャセット。ちょっとだけよ。最後だけよ。行くわよ。ダメやん。今日はテンションが変ですね。はい、ということで、本日の無料10連は30連で、期待させた挙句、出てくれ上がりませんでしたね。まあそんな感じで、もう芝ガチで欲しいんで、ちょっと後でね、残りこれ200連回す動画あげると思いますので、もしよければお付き合いください。ということで、本日の無料10連でした。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。みんな何出た？当たり出た？もう芝出た？よければ下に書いてみてください。じゃあね、バイバイ。